久保さん。2万円なかったでしたかなかったでしたかございます。いやー、2万円だったと思ったんですけどね。それ以下でしたか。はい、まあ、あの、今回のテーマはね、あれですね。今、持ってるもの。今持ってるもの。まあ、ちょっと、一緒、同じこと言ってるんですけど。 同じことやれていいですかね。<laughs> 同じことをやれ <laughs>。同じことをやれていいかな。うん。まあ、あの、億万長者シリーズの中でね、手持ちのカードっていうね、あのー、言葉がね、こう出てきましたけど、何度もね。うーん。あ、手持ちのカードじゃなかったですね。クロームブック。<laughs> ね。久保さん。<laughs> 久保さん手持ちのカードじゃないじゃないですか。クロームブックで。 手持ちのカードは、安くていいです。いいですかねこれ。手持ちのカードは安くていいと。ま、ああの、そうそう、久保さん、あの、僕ね、椅子をね、買おうと思ってるんですよ。で、これ椅子11万のやつを今日決済しようと思ってるんですよね。今日決済します。決済。決済します動画をね、撮ろうかなっていう。なんかね、2月、2月中旬に、 入荷予定らしいんですけど、今日決済します。で、なんで今日決済するかっていうと、あの、日曜日はソフトバンクユヤフーショッピングはあ、ソフトバンクユーザーはすごい、あの、ポイントめっちゃつくんですよ。で、それ日曜日めっちゃつくんですね。だからその20パー、20ポイントぐらいつくんですよ。あの、還元が。なんで今日決済しといて、まあ、あの、で、あとなんかレビュー見たら、 その結構人気が、まあ、数に限定があるんですよ、それ。で、もしその次のターンに行った場合は、次のターンになっちゃうかもしれないみたいな書いてあって、なんかそのレビューで、レビューというか質問のあれで、いつぐらい納期ですかという質問があって。で、あの、まあ、その、こ、一応こっちの、なんだ、ここに入会予定だけども、この枠に入らなかった場合は、次の枠に入りますみたいな。うん、待てよ、と。 ということは、2月中旬に入荷して、た入荷したとき決済したら、枠埋まってたら、次になるぞと。で、今日決済しちゃおうかなっていう。11万ですね <laughs>。まあでもね、最初ね、そうそう、あのこの鹿児島で僕が独立したとき、椅子買ったのが2 9800円だったんですよ。高ぇな <laughs>。 まあ、久保さんの Chromebook とはちょっと違いますけど。うん。まあね、あのー、まあ僕の場合は、なんだろうな。あまあ正直、その14,800円はね、14,000円くらいはやっぱ稼げるスキルはあるので、うん。なんだろうな。まあ、ある程度先行投資するタイプなんですよね。MacBook も50万で買いましたし、お金なくてもね、ローンで買って。 先行投資ですよね。もう回収普通にしてますけど。うーん、なんだろうな。まあ僕はちょっと特殊じゃないですか。もう一応、まあ、15年やってるし、稼ぐスキルはあるわけですよ。まあそのスキルなかったら生き残ってないだろうし。だからまあ、なんだろうな。あの、ある程度先行投資しても、全然大丈夫。 大丈夫というか大丈夫にするんですけど、大丈夫にするやり方も知ってるし、例えば10万円の椅子を買ったとしても、5万、5万円の商品を2人に売るか、10万円の商品を1人に売るか、1万円の商品を10人に売るか、ぐらいなんですよね。もしくは利益出すんだったら30万の商品一発売るとか、20万の商品一発売るって言ったらそれだけなんですよね。それのやり方、どう売るのか、商品の作り方は分かってます。でも、これ何も分かんない状況で、 何、えー、だろうなあ先行投資するとお風呂入れるみたいですねだから何もスキルがない状態でなんだろう先行投資するとちょっと危険だよっていう話ですね、うん、だから一番安いやつでいいんじゃないかなってでまずあのー、やるべきことっていうのはあ 自分で自分、自分で手持ちのカードを作るってことですね。まあ何かっていうと自分のスキルですよね。自分のスキルを稼ぐ。うん、お金を稼ぐ上で何が大事かっていうと、自分のスキルを稼がないとダメなわけじゃ,じゃないですか。そのスキルがお金を稼いでくれるわけですから。で、スキルが浮かないのに物があってもしゃあないと思うんで、だからスキルがないんだったら、そのスキルにど、そのスキルと同等というかね、 うん、まあ、安くてもいいんじゃないかなと。まあ、今はね、正直、久保さんね、もう、もう、そもそも、高スペックのパソコンみんな持ってるしね、iPhone とか昔なかったですからね。まあ、あったけども、今ほど高性能じゃないじゃないですか。今の iPhone やばいと思うんですよね。<laughs> だから、まあ、今は別に買わなくても、まあ、今は手持ちの持ってるものが高性能なんで、昔に比べると。本当に。うん。まあ、本当ね、 ビデオカメラより昔のね多分ね久保さんが買ったエブリオのビデオカメラより今の iPhone の方が高性能ですよね多分おそらく <laughs> そう、うん、なんでまあ,あ最初は安くていいんじゃないかなというところでございますいってらっしゃい